えでは、ご紹介、預かりました、トラナーのラボの藤原と申します。えー、ではた、ではただいまからトラナーのラボディノイベント開催の取り組みというテーマで発表させていただこうと思います。よろしくお願いします。はい。えっ、ー、と、本日のアジェンダです。えー、まあ概要としては自己紹介、ちょっと軽くさせていただこうと思います。あと、今回の発表について、 えどういう内容を話すかっていうのをちょっと話させてもらおうと思います。で、あとはまあ、えー、弊社の紹介と、まあ、弊社がこのディノっていうんですけど、ディノっていうものとどう関わっているのかっていう話を先にさせていただこうと思います。うん、で、ディノってものを知らない方も多いと思うんで、ディノ何かっていう話と、まあ、どういうことができるのかって話を軽くさせていただこうと思います。であとはトラナーリーノについて、 というトランナルディノっていうそのディノに関するイベントを弊社でやっていまして、それの紹介をさせていただこうと思います。で最後にもう一個大きめのイベントとしてディノフェスっていうのをやりましたので、それの紹介をさせていただいて、まとめて終わろうと思います。はい。では早速いきます。はい、自己紹介です。えー、まあ藤原と言います。藤原義明と言います。えっ、ー、と、職種としては、まあいわゆる Web エンジニア的な ことをさせていただいてます。で、一応、その、トラナナのラボでは、新規事業担当という形でやっています。で、その中でも、アーキテクト関連のチームで、いろいろ仕事をしているという感じです。非常に、技術、技術スタック的な面でいきますと、まあ、全職独立系のソフトウェア会社で働かせていただいてました。うん。で、ま、g s とか Web とか、いろいろやってました。<laughs> で、またエンプスクリプトとか、l ズ扱ったりとか c、c シャープ扱ったりとか、 やってましたっていう人です。でラボに入った理由としては、まあ、スキルアップできるところに行きたいとか、うんえー、お宅系の話ができるところに行きたいっていうのがありましたと。まあ、趣味としては、ラボ、トラナナって会社に言いますので、セティングゲームとか、ゲーム系が結構好きですね、私は。はい、という人が今日話しています。うん、で、今日の発表の趣旨なんですけど、まあ、トラノナラボでは OSS であるディノっていうものがあって、それの勉強会を結構何年かやってますと。で、それを、まあそういう、いわゆる OSS のイベント、どうやって開催したかと、まあ実際にどういうふうなイベントだったかっていう、あと、どうやって継続、その数年にわたりって話をしたんですけど、継続してきたかと、まあ、それがどういうふうにつながっていったかっていうのを話します。なので、まあ趣旨としては OSS 関連のイベントとか勉強会を開く際の参考になれば幸いだなと思ってます。 で、まあ軽く弊社の話を先にさせていただきます。えっ、ー、と、主に、まあトラナ関連のサービスのシステム開発を専門に行うエンジニアの会社です。<laughs> で、えー、まあトラナの通信販売とか、聞かれたことある方もいらっしゃると思うんですけど、まあそういうのとか、あと、ファンティアとかやってますと。で、ここら辺のシステムの開発をしている会社です。で、えー、まあ別会社になっている、トラナとは別会社なんですけど、まあエンジニアが働きやすい制度とか環境を整えるための ために分社されてます。で、トラナーの穴が小売りなので、まあ、そちらとの差別化っていうところもまああるかなというところです。で、一応結構売りにしてるというか、えー、まあ昨今だと結構いろんな会社の方やられてると思うんですけど、まあフルリモートですと。で、それに伴って地方勤務もできますという会社です。で、使ってる技術、まあ OSS 関連が上げてきたんですけど、まあ Java とか Cotlin とか。 レイとか JavaScript とか Node.go とか使ってます。DB は MySQL とか r a c l e とか、まあ、いわゆる普通の RDB 使ってますと。あと、クラウドクエアだと IWS と GCP どっちも結構使ってますという感じです。はい。で、えー、まあ、積極採用中ですと。なんで、まあ、この説明、この説明とか今日の発表を聞いて興味がある方は、ぜひこちら。 見ていただけると。まあ、この資料も、あの、OSC 様のサイトの方で公開されていると思いますので、そちら見ていただけるといいかなと思います。まあ、こういう感じで、まあ、会社の説明とかもあるんで、ね、ちなみに最近はサイトが新しくなりましたので、まあ、昔見たことあるよっていう方も、改めて見てもらい,いただくと発見あるかもしれで、ぜひ見ていただけると嬉しいですと。まあ、うちの宣伝はこんぐらいにしておいて、えー、まあ、いろいろイベントを開いてますと、過去も。 結構昔ですけど、オタクがコトリンをライトニングトークイベントっていうテーマで、コトリン系の、コトリン関連の、えー、イベントを再開催したこともあります。これ2019年ですね、確か。で、あとウェブアプリケーション開発者のための Docker ハンズオンとかもやってますと。これは結構2、3年前かな。1、2年ぐらい前だと思います。で、大きめのイベントだと、まあこういうテーマを絞らない、ラボとしてのエクカンハネスみたいな形でイベントを開いたりとか、あとィノのハンズオン。 まあこれも DINO 関連ですね。をやったりとか。まあ、いろいろ結構イベントやってますよ、という感じです。で、まあ、DINO なんですけど、トラナのラボと DINO っていう話で、まあ、この DINO っていうオープンソース、後でちょっと詳細説明するんですけども、について、2021年の8月ぐらいからトラナラディノっていう形でイベントまあ、不定期ですね。別にその1ヶ月に1回絶対やるとか決めてなくて、不定期で継続開催しています。 で発表者、まあ、私と、あともう一人、オクタニという者が社内にいるんですけど、その2名で開催しているイベントです。まあ、大体2か月に1回ぐらいのスパンかなというところです。で、過去イベントのレポートは全部ブログにしてるんで、まあ、こちらを見ていただけるといいかなと思います。まあ、このトラナナゾというので検索、弊社のブログ検索していただけると、全部載ってますと。で、<laughs> まあそれに加えて、えーっと、ディノフェスっていうのが去年の12月に開催されています。これ結構大きなイベントです。で共産、えー、を共産してます。で、まあ、何やったかというと、運営周りがトランナナラボとして関わっているイベントです。で、今日の発表では、これらのイベントをどうやって継続開催してきたかとかについて発表したいなと思っています。はい。<laughs> で、まあ、先にそのディノって何ぞやっていう方も結構いらっしゃるとは思うので、それについての話をちょっとしようと思います。で、ディノって何ですかって話なんですけども、まあ、このサイトを見ていただくのが一番早いんですけど、まあ、いきなりバーンと出てると思うんですけど、Next Generation JavaScript Runtime ということで、まあ、いわゆる JavaScript のランタイムです。まあ、最近でンバンとかノードとかあるんですけど、Node.js をはじめ、 まあ、これが結構一番最初に目立った JavaScript ランタイムだと思うんですけど、はじめとする JavaScript ランタイムの一つですと。<laughs> で、Node.js の作者であるライアンダールが中心となって開発されている OSS です。で、これ、<laughs> えー、え、まあ、ランタイムなんですけど、会社としても存在してます。うん。まあ、こんな感じで。リノのカンパニーっていう形で会社としてもありますという感じです。まあ、この、なんだ。 タバスクリットランタイムのディノを使っていろいろ商品とか使ってるやつです。で,しょで、まあ、そういう形なので、いろいろ、法人としていろいろやっていただいているものもあって、えー、結構有名なところで話題になったのでいくと、ディノデプロイっていうやつがあります。ディノ向けのエッジコンピューティングサービスです。おっとっとと。えっ、ー、と、まあ、クラウドフレアワーカーズとかはおそらく標語になるかなと思うんですけど、 でしょ。まあ、これもサイトあるんで、ぜひ見ていただければ。自分も何回か使ったことあるんですけど、この GitHub に DIN のソースを上げるだけで、いきなりウェブサイトとして立ち上がったりとか、API が立ち上がったりするんで、まあ結構便利な目玉サービスかなと思います。結構な無料枠があるんで、興味がある方は触っていただけるといいのかなと思います。あと、DIN サーブホスティングっていうのもあります。この DIN デプロイ関連ではあるんですけど、まあユーザーが提供した JavaScript をエッジで実行できるようにするっていう。 やつですでもう一個、えー、DINOKV っていうのもあります。まあ、名前のとおりなんですけど、キーバリューストアです。でこれ、普通にランタイム上にも実装されてるんですけど、DINO デプロイから使える外,外向けのサービスとしても存在してたりします。まあ、こういう感じで DINO のランタイム上に組み込まれてるキ,キーバリューストアというやつです。でまあ、キーバリューストアというが出てきたといえ すると、Q もあるよと。で、まあ、ィの Q っていうのもありますと。まあ、この D の KV を基盤にしたメッセージ Q ですと。まあ、結構このメッセージ Q の、その、なんていうんですかね、サーズ的なサービスって、まあ、珍しいのかなと思います。うん。はい。なんで、まあ、こういう形で、まあ、いろいろ、その、JavaScript のランタイムとしてだけではなくて、の周辺でいろいろ使いやすいサービスとかもあるよという感じです。 で、ここから先、ちょっとジノの主要な機能と利点ということで、まあ、どういうランタイムなのかと。まあ、普通に JavaScript を動くだけだとノードと変わらないじゃんという形なので、まあ、どういうところが特徴なのかっていうのを話そうと思います。まず1個目結構大きなところで、まあ、特に何も設定しなくても TypeScript が動きます。JavaScript ランタイムとは言ってるんですけど、要は TypeScript のランタイムでもありますという感じです。で、まあ、 ただ、その、そのルールし、厳しくしたいとか、もうちょっと緩めたいっていうのであれば、まあ、TSConfig とかの、まあ、設定不要って書いてあるんですけど、使うこともできます。でこれ、デ、えー、ノのインタープレターに自分が打ち込んできたやつなんですけど、まあ、こういう形でインターフェースとか定義すれば、そのまま動きますし、で、それを、この引数でパーソンと指定してあげれば、これもちゃんとチェックが効いて動きますと。で、コンソールログという形でやってますけど、まあ こういうのがそのまま何の設定もなく、まあインタープリータで動いてるので当然何の設定もないんですけど、何の設定もなく動きますという形です。まあこれが結構そのノードと違う部分かなと思います。で、もう一個大きな視点があって、えー、適アな実行っていうのがあります。えっと、ファイルの読み書きとか、要はその結構悪用されると危険が伴う機能に関しては、許可制でそのままでは実行できないようにされています。 で、それがセキュアな実行という形で、ファイルの読み書きとか、まあ通信ですね。外に通信したりすると危険なのと、ファイルの読み書きでそのパスワードファイルとか読み込まれ勝手に読み込まれると困るんで、そういうのを使う場合は、明示的に許可が必要っていう感じです。まあ、例えばなんですけど、こういう感じで Dino のランタイムに備え付けでリードテキストファイルっていうファイル、テキストファイル、ファイルをテキストとして読 API がありますと。で、もう一個あの、これ後々紹介するんですけども、その、 ウェブの API に沿って API が実装されているので、フェッチとかはそのまま使います。で、まあ、フェッチで適当な URL にアクセスしてみますと。で、やると、まあ、これ実行。このなんか適当に。この場合だと、リードファイル TS って形で置いてるんですけど、えー、実行してみますと。そうすると、まあ、だいたいこういう感じのプロンプトが出てきますと。ええ、まあ、リクエストバイディのリードファイル API っていう感じで、まあ、これ使ってますよね、と。 なんで、これ許可していいですかと聞かれてますと。で、もう一個ここに書いてあるんですけど、実行時の引数として、アローリードっていうのを、この、この欄の後ろとかにつけてあげることでも、ま実行できますと。で、それ以外だと、このプロンプト上で、バイオスと実行できます。という感じで、このなんか、結構危険なコードを差し込まれて、外にアクセスしちゃったりとか、えー、変なファイル読み込まれちゃったりっていうのを防げる機能が、 ランタイムとしてそのままてますと。で、次が、えーまあ、これもノードと違う部分なんですけども、パッケージの管理です。まあ、基本的には URL でインポートできますと。この dino.land にある、えー、ライブラリを読み込みますと。で、それ以外にこの NPM の資産も利用可能です。なので、ノードと結構互換性があるっていう感じで、これ例で で持ってきたのはエクスプレス動かしてるんですけど、エクスプレスっていうウェブフレームワーク、ノード用のウェブフレームワークを動かしてるんですけど、この npm コロンで、そのノードモジュールとあとバージョン名でやるとえ使えますと。パッケージ JSON とかノードモジュールズとか、この場合だとないんですけど、まあそういうのなしでも動きますと。で、まあ実装はそのままですね。これはまあ一例なんでちょっと適当に持ってきちゃったんですけど、 カウセイっていうあの、牛が出てくるやつの、その、ライブラリ読んで、まあその、エクスプレス動かすときに動かしますよっていうのをそっちで出して、で、あとはエクスプレスで実際に実行するみたいな構造です。こういう感じで、その、なんていうんですかね、煩雑な設定とかなしにいきなり、外、ライブライブラリも使えるし、ノードの過去の資産も結構使えますよというのが売りかなと思います。 で、次ですけど、まあ、えー、先ほどちらっと言ったんですけど、Web 標準 API に準拠した API 群っていうのがありますと。まあ、これもその公式のドキュメントがあるんですけど、えー、まあ、こういう形で、その、いわゆるブラウザに実装されてる API たちなんですけど、それがそのまま動きますと。で、これ、なんで、ブラウザの、ブラウザ用に作ってたものがそのままサーバーサイドで動けたり、動いたりもしますと。 で、これ一例なんですけど、あの、暗号化関連のことをやるクリプト API っていうのを使っています。で、これ、えー、だいたいこれが、その処理の全容なんですけど、別にインポートとかなくて動きますと。で、エン y n c Function 全キーで、えっ、ー、と、これ、まあ、クリプトサブ s ルジェネレート n 聞いて、えー、キーを生成しますと。で、これが、このクリプトの API が、 えー、ウェブにもある API っていう形ですね。なんで、普通にブラウザでも、たぶん最新のやつだら動くと思うんですけど、キー発行して、JWK っていう形で吐き出してますと。エクスポートしますと。で、ここだけちょっと Dinon の API 使ったんですけどあの、実際サーバー上にそのシークレットという形でファイル保存したいんで、d ィ n o n のついてる l i ライトテキストファイルっていう API を呼んでますと。 という感じです。なんで、ここだけ覗いてしまえば、おそらく、まあ、ブラウザでも動くようになっているかなと思います。これは結構、強烈な機能かなと思っています。で、まあ、その一例ではない、一例みたいなもので、まあ、WebGPU、まあ、結構最近入ったんですけど、WebGPU も扱います。えー、で、えっ、ー、と、まあ、とはいえ、WebGPU って描画先、えー、ブラウザだとキャンバスとかなんですけども、 えー、そういうものの代替が当然必要ですと。で、その場合、外、え、部、ー、ラリブラリを使うことができます。要は DLL とかダイリブとか SO ファイルとかを自動から呼ぶことができます。で、この A、まあ、これ普通に公式のサンプルにも近いものはあるんですけど、まあ、SDL2 っていう GPU 使っていろいろ描画するライブラリがあるんですけど、それ使うと GUI、ので GUI 作って、そこに WebGPU 使って描画するみたいな。 ことができますと。で、実装は大体こんな感じで、これも、えっ、ー、と、ブラウザとほぼ一緒。ていうか、ま、全く一緒だと思うんですけど、で、動くはずです。え、まあ、シェーダーの定義を文字列でして開けています。まあ、ここら辺は、その、あまり本題に関係ないんで、えー、か詳細は省きますけど、まあ、こういう形でシェーダー定義して、まあ、フラグメントシェーダーも定義して、で、まあ、シェーダーで使う、その、 データ配列みたいなものを用意して、シェーダーモジュール、こういうクリエイトシェーダーモジュールで作成しますと。今回のソースの範囲には書いてないんですけど、デバイスっていうものだけ生成できれば、あとは同じ、ブラウザと同じ API なんで、クリエイトシェーダーモジュールという形で同じ処理が動きますという形です。なので、そのブラウザ用に作っていたゲームとかが地野で動かせるっていう可能性がまあ,あるかなというところです。 はいでまあ、ここまで DINO の、ディノに自体についての説明をしてきたんですけど、これは先です。まあ、その DINO に対して、弊社がどう,どうやって関わってたかとか、まあ、どういうイベントをしてたかについて、まあ、トラ 7DINO っていうイベントをやっておりますので、それについて紹介します。まあ、このロゴです。まあ、コンパス、あのイベントのサイトのコンパスとかでも、このたいこのロゴでやってるんですけど、トラ 7DINOLT 会オンライン会社と。 まあ、あのもしかすると参加されたことある方もいるかもしれないですけど、こういうロゴです。で、概要なんですけど、まあ、トラナ,ナラボが、まあ、2021年の8月から不適期開催しているディノに関する勉強会イベントですで。内容としましては、特に縛りはなくて、ディノに関することなら何でもいいとしています。<laughs> すみません。現在16回開催済みです。まあ、なんで16回かというと、絶対0回があるので、 16回です、すこの間の2月の頭に15回やったんで、まあ、16回やってます。で、まあ、基本的には、その、まあ、弊社フルリモートということもありますので、基本的には YouTube での配信におけるオンライン開催です。で、大体構成としては、まあ、あの、ばらつきはあるものの、主催発表1名が必須にしていて、あと3名を外部登壇として募集しているという感じのイベントです。 で、ま、いろいろリンク持ってきました。ハッシュタグは、まあ、ま、どこの、その、登壇とか参加された方の、どういうふうな感じのつぶやきしてるかみたいな方は、この、シャープトロ 7D ので検索、X とか検索していただければ出ると思います。で配信場所も、ま、ちょっとあの、アーカイブ残ってるもの残ってないものあるんですけど、弊社の YouTube がありますので、そちらで確認可能です。で、あとは、ま、コンパス上の募集ページは、ま、弊社の、そのコンパスの、 ページがあるんで、えっ、ー、と、どっか、まあ、直近ののはこういう感じでありますと。<laughs> で説明資料としては、まあ、どういう思いでイベントやってますとか、どういうイベントですみたいなのはこちらに、えー、まとめてあります。なんか4コマとかあるんで、まあ、興味がある方は見ていただけるといいかなと思います。YouTube はこの QR からも見ることができます。 で、まあ、どういう発端で始めたのかっていう話なんですけど、まあ、こっち私で、こっちお二人だと思ってもらっていいんですけど、えー、まあ、流行り病でちょっと勉強会、その、ちょうどあれですね、大体一1年だか半年ぐらい、その、先ほど紹介したようなイベント、あの、小鳥のイベントとか、あの、流行り病の前は結構やってたんですけど、やっぱりちょっとリモートになってやり方もわからないしっていう形で、すごい勉強会自体が減ってました。説明会自体は結構やってたんですけど、勉強会前あんまやってないし、なんか、 やりたいよねっていう話を、まあちょっとお二人に喋る機会があってやってましたと。で、まあ当時だと、まあ自分が好きなのだとラストとか、あと業務で不積極的に使えそうなのあたり、リアクトとか、あとまあ出たばかりなんでディノとか、まあここら辺どうですかという話をして、そしたらまあちょっとディノ結構話題になってるし、ディノやりたいなっていう話になって、まあじゃあディノで行きましょうという感じで、まあとりあえず最初に二人で話して決めましたという形です。 で、まあ、詳細なの開催経緯なんですけど、まあ、とりあえずき、国旗にやりましょうと言ったのは、とりあえず自分かなという感じです。まあ、その、さっき言った通りですけど、奥谷の方と勉強会なんかしたいよねって話をするときに、に決めました。で、主催は私と奥谷が2名で基本やってます。で、前はちょっと、あの、配信担当の方で何名かかかっていたので、いたんですけど、基本は2人です。で、役割分担的には、私が日程候補とかイベントページの準備、まあ、事前準備系ですね。 ノクタニの方が社内外の調整とかをやってますと。で、イベント当日に関しては、司会と主催発表が交互に持ち回りにしてますと。で、当時の技能なんですけど、まあ、ちょうど1.0が出て間もないぐらいの式で、まあ、世間的にも注目度が高かった技術かなと思います。で、まあ、勉強会とかもそんなになくて、結構ファーストペンギン的な立ち位置になれそうかなっていう、まあ、かわざんですけど、まあ、ありましたと。<laughs> あと、ま、社内でも直熟触ってる人、まあ、この私の国内に含めなんですけど、で、まあ、面白そうだなと思ってる人も多かったんじゃないかなと思ってます。うん。で、まあ、コロナあってちょうど定期開催してたイベントなくなってました、これやんと。なんで新しいイベント開催したかっ,たっていうのもあります。で、あと結構大きいところでは、まあ、潰しが効くっていう言い方をしていいかなと思うんですけど、JavaScript と TypeScript って現代の Web アプリ作る上で、まあ、ほとんどやんなくていいってことがない言語だと思いますんで、 ディノがそういったそのタイプスクリプトと J JavaScript を動くランタイムなので、まあ、そこら辺も一緒に学べそうかなというのがあります。<laughs> で、まあ、開催前とか開催中にやったことを先に話しておきます。ディノ JA というスラックのチャンネル、チームがあるんですけど、コミュニティがあるんですけど、まあ、そこにとりあえずコミュニティ参加した方うねって言って、私もお二人も参加しましたと。で一応ディノ別に他のイベント全くないわけじゃなくて、ディノ JA というさっきのスラックの コミュニティでやってるディノバタ会議みたいなイベントもあるんで、まあそれにちょっとだけ、ちょっと参加してみるとか。あとはブログでディノの記事を定期的に書くみたいなことをやってますと。でアップデートとか使ってみたとかやってみたとか。でまあ、ホも発ンは自分で奥谷の方に結構書いてもらったんですけど、ディノの連載記事とかも書いたり、2 0 2十年で、まあちょうどやって1年後ぐらいですかね。初回やって1年後ぐらいのから配信してるんですけど、まあやりましたと。 はい、こういう感じで、その、ただただイベントやるだけじゃなくて、まあ他もいろいろやってますという感じです。で、まあ気になるところだと思うんで、内容の紹介いくつかします。で、いくつかの回とかセッションをピックアップして内容を紹介します。えあとはまあ、内容のピックアップに関しては主催として発表したものを中心に紹介しようと思います。で、まあ、記念すべき初回という感じで、第0回です。 で、まあ、リンク貼ってあるんですけど、要は、えーまあ、当時の状況みたいなを知ってもらいなくて貼っていますと。まあ、参加者とか、えー、発表内容とか、そォの方を見ていただくとわかるかなと思います。で、ブログも、まあ、先ほど言った通り、あの、全部の会員に対してやりましたってブログ書いてるので、より詳細が知りたければこちら見ていただくといいと思います。で、まあ、司会私で、主催発表が奥谷でしたと。 で参加者36名で、まあ、初回にしては多かったんじゃないかなと思います。で、外部発表者も4名埋まったので、まあまあ、いたかなというところです。で、この手のイベント、まあ自分、他のイベントも何個かやったんですけど、やっぱずっとやってると、人減っていく傾向にあるんで、まあ、初回がピークになりがちかなというところで、結構参加者いたかなと思います。で、参加者も結構豪華でして、 その自能者の中の人というか、まあ、自能の開発をやってる方とか、の日本人の方とか、あとその自能関連の雑誌に、自能関連のことを雑誌に記事書いた人だとか、書きましたみたいな発表していただいたりしましたと。で、初回だったんで、ちょっとその配信されたくないよっていう人もいる可能性があったので、まあ Google Meet でやってます。まあ配信乗りたくない人がいるかもなってで,すで、これで、まあ一回やってアンケート取って、まあ配信の方がいいですかみたいなのを聞いたりしています。 で、内容の紹介なんですけど、まあ、奥谷が発表したやつで、今まで公開してきた DINO サードパディモジュールの話と、で、DINO での w e b アセンブリの利用の話という感じで、まあ、先ほど紹介した WebAPI のに関連する話です。え <laughs> まあ、DINO から WASM <laughs> 使いますよと。で、それでライブラリが作れるんで、それでライブラリ作ってみましたという発表です。うん、で、DINO が先ほど 述べた通り、そのウェブ標準 API 実装してるんで、フロントエンドで WASM 読むのとほとんど同じコードでサーバーサイドでも置くっていうような発表です。<laughs> で、まあなんで、そう、ただその繋ぎ込みの部分にちょっとなんかあるので、WASM 文字の用の JS さえ、その繋ぎ込みの部分だけできればフロントエンドとほぼ同じように使えますと。で、ビルドツールの WASM 作るときに有名なやつがあって、w a s m b i n d j a n っていうやつがあるんですけども、 まあこれがディノターゲットで WASM をビルドできるので、つなぎ込み部分を含めて全部出してくれるっていうので、まあそれでそのまま使えます。で、これ、ピックアップした理由としては、Web 標準 API 実装してるんで、WASM がそのまま使えますっていうので、結構強力な部分が会話見える発表かなと思います。で、次。まあ1、2回飛ばして3回です。よい <laughs> しょ。まあ、この時は19人ぐらいでしたね。 まあえー、3回なんですけど、0回含めると4回目です。うん、で、これ回は司会をタ二人で発表が私です。で、参加者19名で、外部登壇、外部の、まあ、えっ、ー、と、弊社の内部以外の人の発表、者の方が1名でしたと。うん、で、今回は、今回から、今回からじゃないですね。もうちょっと前からなんですけど、開催場所は YouTube です。 えー、でこの回に関しては、えー、発表者は Google Meet に集まっていただいて、視聴者は YouTube にっていう感じでした。で、なんか、ちょっと理由を忘れてしまったんですけど、アーカイブなかったです、この回は。なんで、まあ、ちょっと詳細知りたい方は、ブログの方でお願いします。えー、まあ、これブログの抜粋で、自分がした発表で、ディノンの FFI で MySQL 接続と。まあ、ディノから MySQL 接続してみましょうという発表をしています。<laughs> よいしょ。<laughs> で、まあ、FFI とあとは、ディノの FFI のインターフェースとか、リブマイスケールクライアントのインターフェースと。で、まあ、他の言語とかランタイムでどうやって FFI を使ってるんですかとか、いう話をして、まあ、それに、に比べて、じゃあディノではこうできますと。発表をしている内容です。で、まあ、発表者は私です。で、まあ、タイトル通りなんですけど、FFI 使って、ディノから DLL とかダイリブ読みますよという発表です。 で今回の発表としてはリブマ m y s q l クライアントってその、まあ、DLL というかライブラリがあるんですけど、それ読み込んで Dino からこのリブマ m y s q l クライアント経由で mysql 接続しますみたいな発表をしています。うん。で、まあ先ほどあった WASM とかライブラリーが URL で読み込めますよみたいな話あったと思うんですけど、あとの npm コロンとかで読めますよという話あったと思うんですけど、そういったものに加えて外部のリソースを利用する手段の一つ。 かなと思いますで、これ、インターフェースだけ作れればその、の何ていうんですか、DLL 側が想定しているインターフェースと DIN 側のインターフェースのつなぎ込み部分なんですけど、それさえ作れれば、ほとんどどの、どんな DLL でも呼べるはずです。なので、これ、結構、機能としては強力な機能かなと思います。先日していた WebGPU で SDL2 っていう GUI 系のライブラリ使ってますよって話したんですけど、それも内部は FFI で DLL を読み込んでる。 ですそのライブラリ側で、DNSDL2 っていうライブラリがあるんですけど、その中で DLL 読んだりしてるみたいです。という感じの発表です。まあ、これは結構興味ある方もいるのかなと思います。で、お次です。まあ、第8回です。えー、まあ、これはちょっとあのアーカイブも結構残っています。で、当然、コンパスのページもあって、開催時期が8月なんですけど、いつの8月ですかね。22年ですね。 一昨年の8月ですと。でこの会に関しては司会渡しで主催の発表が奥谷でした。うん、で、えー、参加者13名いました。うん、外部発表者の方は1名参加していただいていますで。この1名の方なんですけども、奥谷の方で声がけして、外部の登壇者は喋れませんかって言って参加してもらった会になっています。これ、先ほどもちょっと出てきた、あの、字の開発している中の人。 に、そのディノジェイのスラックとかで、声かけて参加、あと、まあ、ツイッターとか、ああ、ですね、とかで、こういう時で参加していただいた方です。で、えー、まあ、発表的にはこんな感じでした。ええー、で、こについて、まあ、私が話しているのは、これ、前、前、前かなんですけど、で、お二人の方では、ディノデプロイと組み合わせて、アップスタッシュ、組み合わせるようなアップスタッシュをお勧めしたいと。まあ、ディノデプロイ出てきましたねと。なので、お二人に話して。います で、先ほど外からお呼びした、呼びして話していただいた方には、フレッシュっていう、まあ、Web フレームワークなんですけど、に関する発表をしていただいてますという感じです。はい。ちょっと時間は多分結構、ここら辺空いてるんでずれてるんですけど、大体こういう感じの発表はこの回ではありました。うんえーまあ、第8回の内容としては、主催 LT としては、オクがニガディのディプロイの話をしてますと。うん 外部 LT として、えー、ィノンのウェブフレームワークですね。これ結構最近だと、炎とか出てきてるんですけど、まあ、それと、えー、同じぐらい結構有力なウェブフレームワーク、現状ではかなと思いますけども、そのフレッシュの話がされましたと。な <laughs> ので、ね、まあ、どっちもなんですけど、ィノンの結構採用利用になり得る、目玉ソフトウェアとかだったり、フレッシュ。あと、その、サービスっていうのデプライスね。<laughs> とかだったりするんで、まあ、結構その、 今後につながるっていうか、目玉的な話がされた回かなと思います。やっぱりこの後の勉強会でも、そのディノデプロイの話とか、フレッシュで何か作ってみましたとか、フレッシュの、フレッシュは一応プラグインとかで拡張できるので、そういう拡張してみましたみたいな発表がまあ結構あるので、うん、えまあ結構注目度は高い内容が発表されたかなと思います。で、<laughs> うん 過去の16回分の人数の統計というか、を持ってきました。まあ、0回がやっぱ多いですと。で、まあ1回も多いですと。2回目からちょっと減っていきますと。で、この赤字になっている部分が、えー、と、登壇者がいなくてあのあの、主催登壇以外の登壇者がいなくて、声掛けしたり、えー、ラボの社内から誰か喋りませんかって言って喋ってもらった回が赤字になっています。 えーまあ、なんで、第5回とか、第6回とか、まあ、この回は奥谷が2回喋ったりとか、<laughs> あと7回も、まあ、誰か喋りませんかって形で引っ張ってきてますね。あの声掛けはあれですね、入れてないですね。で9、10、11も似た感じですね。12回は OK で、13、14もそういう形です。まあ、14回は奥谷かけにです。という感じです。まあ 見ていただくと分かると思うんですけど、まあ赤が多いですよねと。なので、やっぱりその、登壇者っていうのはなかなか集まりづらいなというのが正直なところかなと思います。で、まあ、赤字は、まあそうなんで、登壇者がいなかったんで、社内メンバーでなんとかしてる会員になっていますと。で、まあ、じゃあなんでこんな状況でつな続けたんですかっていう話があると思うんですよ。皆さん多分結構。 まあ心折れちゃうよとか、その <laughs> まあどうせ集まんないならやんなくてもいいやとか、まあ思われる方も結構、まあ会社としてやってるのもありますので、あるかなとは思いますと。で、まあなんで続けたかとか続けられたかって話なんですけど、ね、まあ視聴者は見ていただいているおり、その十人ることってそんなになくて、まあそこそこいますと。であと、まあそもそも別になんか理由があって始めてるわけじゃなくて、なんか勉強化しようって言って、まあとりあえず好きなやつでやろうって感じで。 始めてるので、まあ、そんなモチベーションが落ちるっていう面は、その、見てる方とか、いていただければ、まあ、そんなないかなというところでした。で、あと一番大きかったのが、その、そもそも、その、最初から、まあ、とりあえず一人でもいればやろうって感じで、あの、やめないという選択肢をしているという感じですね。もともとどのような状況であっても、とりあえず継続はしましょうっていうのが第一に置いてたって感じです。で、なんで、そのために、その主催枠で1枠絶対発表するっていう。 ふうにしてる面もあるっていうのがあるかなと思います。あと、やっぱりこういったイベントの,あの裏の目的といいますか、その目的の一つとして、まあ、採用とかのアピールっていうのがあると思うんですけど、まあ、そこら辺の KPI をちょっと追いすぎないようにっていうのがありました。なんで、あくまでちょっとエンジニアの技術イベントとして開催したっていうのがあります。で、あと、主催2名で、もう私と奥谷でオンライン化した。まあ、その最初の方は3名ぐらい。 もう一人、あの配信担当の方とかが関わっていただいてなんですけどえ、まあ、かつオンライン開催って感じで、まあ、その会場費とか人件費とかそんなにかかんないような感じにしてますと。いう感じで、まあ、一番大きいのはやっぱりここかなと。とりあえず、継続するというのは最初に決めてあるという状況です。であとは、これは私がやったんじゃなくて、お二人のほうが結構やってくれて,てあるんですけど、積極的にこの声かけるっていうのが大事かなと思います。 なんで、その、先ほど言った、その、スラックに入っておくみたいな話とか、まあ、関係者に声かけたりとか、あと、イベント参加しておいてみたいな話は結構大事だったかなと思います。で、まあ、ちょっと私、そういうのはあまり得意じゃないんで、まあ、ちょっと、これが2人でちょっとやっててよかったかな、という面です。お2人の方は結構、ガシガシ声かけていただいてました。で、まあ、こんな感じで、大体、その、継続すること、念頭によって16回やりましたと。 で、そうしたらどうなったかっていうと、まあ次のディノフェスって話に繋がりますと。いう感じで、えー、ディノフェスの話をします。えー、まあ特設サイトあるんでこんな感じなんですけど、まあ終わってるんで終わりましたというふうになってますと。でディノフェスは、うん、ふにゃふにゃとあって、ディノのお祭りですと。でディノランドインク、まあディノの株式会社ですね。のライアンダールさんとか、あと、いろんな人の参加を予定してますみたいな。 感じで,すでまあ、これどういうものだったかというと、ドラナリデまあ継続開催してましたよと。でまあ、いろいろこのお二人のほうで声掛けしてもらってたりとか、あとはまあ、その普通に視聴者、参加者の方で、参加者の方でディノの関連の人とか結構参加してもらってたんですけど、結果まあ、お二人のほうが積極的にコミュニティに関わってていただいてたんで、声がかかりました。でまあ、デノ社のメンバー集めべてリアルイベントやりたいんですけど、 トラ,ナラボさんやりませんかねみたいな、東京でやりませんかみたいな話が奥谷に来てましたと。奥谷がまあやりますと <laughs> 言って開始されて、えー、が発端になっているイベントです。えーまあ、先ほどの,そのスクショであったんですけど、ディノフェス、どういうイベントかっていうと、ディノのお祭りのイベントです。えー、主催はディノランドインクと弊社、トラナナラボです。開催、まあ、場所はやっぱり、まあ、トラナナといえば秋葉原という感じで、秋葉原。 の歌詞会議室使ってやってますで。内容としましては、まあ、スピーカー様による発表とか、あとは引き出物ですね。ステッカーとかアクリルキーホルダーのガチャ。これまあ1人1回できたんですけど、とかがありましたと。あと、当然っちゃ当然なんですけど、懇親会もありましたという感じです。で、トラナナラボとディノシア側の役割分担的な話なんですけど、トラナナラボ側としては、関係者、 ととしては事前準備で3人で人すとただ、初動、最初に話してもらった段階で、数回のミーティングの段階では、奥谷タ1人という感じですで。当日11名です。まあ、事前準備の3名含んでるんですけど、会場の設営とか、あと受付とかです。であと会場の関連は弊社側がやっています。場所の選定とか、当日の受付とか設営とか。あとコラボステッカーの準備とか作成。まあ、コラボステッカーは後で話します。をやってますと。 あと、特設ページ作りましたという感じです。これ今も見れると思うんで、ぜひ、結構綺麗に作られていると思うので、見ていただけるといいかなと思います。これ、ちなみにフレッシュでできています。このディノデプロイとフレッシュで動いています。あと、スポンサーワークとして私はちょっと喋ったりもしています。ディノ社側がやっていただいてたこととしては、まあ、その登壇者いろいろ集めていただくとか、懇親会の準備、中途支払い、あと、ノベルティ関連の準備をしていただいています。 だいたいざっくりとした会社までのタイムラインで、5月は段階で1名で準備開始で、6月から3名になって、ミーティングが始まったりとか、会場を探したりとか、特製サイト作ったりとか、登場つを見つけてきたりしていますで。7月も3名で、ま,あ、まだ、えーまあ、ミーティングの頻度が上がりましたと。あと、イベント等いうものからは、だんだんタイムテーブルとか含めて決まっていくと。で8月も3名、ていうか、会社まで3名なんですけど、まあ、ノベルティとかやってましたと。 あと会場の契約はやっとここでできます。対外的な告知としては、まあ、8月の段階でやりますって言って、特設サイトとかブログをています。9月になると、まあ、本番に向けて、そのリハじゃないですけど、具体的なところを詰めていくという段階になっています。で、まあ、告知的なところではソフトウェアデザインに載ったりとか、あとブログ更新したりとかしていますとで。10月の20日に本番ですと。 なんか、その、秋葉原でやって、これ、1時ぐらいからのイベントだったんで、その、事前に飯、ご飯食べるかなということで、ランチ、紹介ブログとか、あと、会場案内どうやっていきますかとか、ブログとか動画を公開していますと。あと、まあ、開催しましたに関しては、10月下に出てますが、まあ、事後のブログです。で、まあ、事前のブログとかは、こちら見ていただけるといいと思うんですけど、まあ、トランナー技論のない、内部でもえ告知してます、こんな感じで。これ、普通にその当時の発表でもしてたはずです。 事前告知もブログでまあやりますよと。出していたりとか。あと、まあ、珍しいところだと、まあ、秋葉原の会社なので、トラなんだ。まあ、ランチ詳しいよねっていう話で、まあ、こういうご飯のところありますよと。あとは、まあ、道案内の動画出したりしています。で、社員の割合、当日の割合分担なんですけど、役割分担なんですけど、まあ、11名いますと。ちょっと名前のところは、この人、説していただいてるんですけど、 1>, えー、1時ぐらいからだったんですけど、当然設営があるので、まあ、9時に入って、まあ、成功会ってまあ事務所ですね。事務所移動したりとか、あと納品物とか、その、垂れ幕とかそういうやつですね。あとステッカーとか受け取ったりとかして、あとは会場設営やってますみたいなまあ大体こんな感じで、結構その、早い段階から当日も動き出しています。あとはまあその広報系で、今こういう発表やってますみたいなのをツ,ツイートするみたいな人がいたりします。 あと、配信の担当者もありますね、はい。で、まあ、開催場所としてはオンラインと秋葉ーの配属を行くと。パス上の参加者結構多くて、合計100名ぐらいで、現地が、現地で100名です。で、オンライン423名とか応募があったんで、その、うち、トラーナーラボとしてやるイベントとしても最大級のイベントになりましたと。で、発表内容もやっぱり、その、ディノシャの方がかかっているのがって、すごい豪華でして、ノードの作者の、さっきのライアンダラ様とか、フレッシュの、 作っている方とか、あと炎、先ほどもちょっと言ったの最近話題の Web フレームワーク、炎の作者の方の発表とか、ジャパンノーアソシエーションリー c の方、ノード側の方の発表ですね。とか、あとは開発メンバーに直接気づきたいことみたいな発表もありましたと。という感じで、で配信のアンも残ってますんで、興味ある方は見ていただけるといいと思います。で、当日の、えーまあ、写真というか、どういう感じだったかという。 なんですけど、まあ、これがその会場設営直後ですかね。ま,あ、誰まだ誰も入ってない。状況の写真です。まあ、ちらっと見えてるんですけど、こういう感じで、ノベルティ的なやつとか、あと弊社のあれですね、雑誌。弊社で作ったあの技術同人誌で、いわゆる技術同人誌が置いてあったりしますと。まあ、いっぱい余ってるので、こう配ってると。うん、で、えー、まあ、入り口にもこういうのを作って、ここでやってますよみたいな形で表示してたりとか、あと垂れ幕も作ってますと。 という感じです。で、あとはノベルティ系ですね。さっき言ってたガチャっていうのがこれで、なんかその、行くとコインもらえるので、それでガチャ回してアクリルキーホルダーが、まあ、頑張れば見れるんですけど、まあ、もらえますと。あとは、その、普通に配ってたステッカーです。で、ディノ単独のステッカーにと、あとガチャに関しては、ディノ社側のデザイナーの方にデザインとか作ってもらっているものです。 で、コラボステッカーっていうのが次のページあるんですけど、そちらはトランナラボ側にもそのデザイ,ンがいまデザイナーがいまして、それと、こちらとの共作になっています。まあ、それがこれですと。この、先ほどの,あの最初の方に説明した弊社の公式サイトにあの素材として置いてあるんですけど、このメイドちゃんが。で、それとのコラボステッカーです。うん、こういうのも配られましたという感じです。で、配信はこんな感じですね。ちょっとこの、 立派な機材があったりとか。これ一応弊社の私物というか、会社のやつです。はい。という感じで。で、喋る人はここに立って、相談するという感じでした、はい。はい。で、まあ一応その、自分はあまりその運営側にかかってないんで、お二人に聞いてきたものなんですけど、困ったこととしてはやっぱり、ちょっと会場が埋まってると。5ヶ月、準備期間5ヶ月なので、まあ大体この、この上の場所って1年ぐらい前から埋まってると。で、それが難しかったと。 あと、リアルイベントがちょっと久しぶりでしたと。流行り病あったんで、ちょっとそこら辺のノウハウがなくなってて、まあ、飲食どんぐらい出せばいいのか分かんないし、そもそも過去見ても最大規模なんで、まあ、こういうノウハウがないっていうのが結構困ったなと。でただ、えーとまあ、当日ほとんど遅延なしで開催できたっていうのがすごい良かったかなとで。オンラインイベントの感覚でやっちゃうと、その盗難者の入れ替え時間があるんで、ちょっとそこら辺の考慮が甘かったなというのが反省としてあるようです。 で、まあ、実際やってみてどうだったかと。まあ、逆説的なんですけど、5回室短かったんですけど、できてよかったなと。まあ、会場の準備が一番大変でしたと。いう感じです。まあ、結果としては結構相当な規模でいできましたと。あと、ま、久しぶりのリアルイベントなんで、まあ、その、知ってるけど見たことないみたいなのと相手よかったなという感じです。あと、ま、ステッカーとかも全然情報解禁は当日だったんで、そういう企画も楽しかったかなと。 まあ、あと文化祭の準備的なところがあって、面白かったという感じでした。はい。はい、以上で、えっ、ー、と、ディ S の関連の紹介を終わりますと。で、最後にまとめておこうと思います。えっ、ー、と、この発表ではトランナムラボがどのように OSS であるディノのイベントを開催してきて、結構どうやってつながったかについて発表しましたと。で、まあ、ちょっと伝えたいこととしては、やっぱりちょっとイベントは継続開催が一番大事かなと思います。 まあ、そ、さっきあったように、ディノフェスみたいにつながることもあるし、まあ、あと自分自身の勉強のモチベーションとか、あと、まあ、ある程度、その主催登壇みたいな感じで、強制されるので、そこら辺のモチベーションにもなるかなと思います。あと、まあ、それを継続するには、どうしてしたかみたいな、その主催の枠を作るとか、KPI を追いすぎないみたいな話も触れましたと。とったら、あの、別に今回で終わるわけじゃないので、ずっとやるんで、登壇者お待ちしてます。なんで、まあ、勉強会開催方法の一助になれば、幸いです。なんで、皆さんぜひ、 業界開いていただけるといいんじゃないかなと思います。はい。では、私の発表は以上で終わります。ご清聴ありがとうございました。